こんにちは。あなたが私を呼び出すなんて珍しいですね。それで何事ですか？理由によってはあなたに人とのコミュニケーションについて教育が必要になりますが。ありがとうございます。今日が私の誕生日だと知っていたのですね。これは万華鏡ですか？あなたが自分で作ったもの？そうですか。大切にしますね。祝ってくれたことはもちろんですが、あなたがこうして自分で誰かに贈り物をできるようになったのが私にとっては何よりのプレゼントですよ。よく頑張りましたね。大人になると誕生日を祝福されなくてもいいと思っていましたが、存外嬉しいものですね。さて、まだまだ私を祝ってもらいますよ。当然です。一日が終わるまでにはまだ時間がありますから。